なんともう一人メッセージが届いてます、うん、あ、誰と出てくれた。はい、聞いてください。さんまさん、ご無沙汰しています。綾瀬はるかです。この度59歳になられたということで、お誕生日おめでとうございます。綾瀬はるか、もうすぐ60歳ですね。あらま、なんか嫌だ嫌だって言っていらっしゃるそうですけど、楽しい一年にしてください。よく週刊誌で最近さんまさんのネタをあの目にすることが多いんですけれども、その後どうなりました？大丈夫ですか？フランス行ったら良かった。それでね、あのおっぱいバレーの約束なんですけれども、約束を破ってないことを根に持ってらっしゃるんでしょうか？なかなか実現難しい感じで、どうもすみません。何が難しいの？約束したのに。なぜだよ、この人はってラブメイト、この人は去年2位にしてくださって、どうも本当にありがとうございます。嬉しいです。2位になったからな。だけれどなかなかおっぱいは見せれないのでごめんなさい。笑ってる。とにかくですね、さんまさん、あの59歳になってもね、楽しく健康第一で日々生活してください。いつも応援しています。またお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。それではさんまさん、はい、また会う日までバイバーイ。かわいらしい、かわいいですね。綾瀬さんからのさんまさんへの、えっ、綾瀬さんの写真集や、やったー言うてる場合か。なんか1ページ目にメッセージがあるみたいな、表紙を、メッセージ、あ、ほんまや、ディアさんまさんや、お誕生日おめでとうございますという、普通やんか、うん、そんな大したメッセージないやん。連絡先入ってませんか？え、ちょっと待って、82ページぐらいにないですか？うん、ちょっと待って、っ入ってると思うね。入ってるはずですよ。入ってる、入ってるよね。はい。振ってもあれあれあれ、 あいつは忘れん坊やからな、あいつ。天然さんですね。かわいらしい。かわいいですね。あいつずっと会うとね、私さんまさんのモノマネうまくないですか、誰やるんですよ。とか言うて、うまない言うてんのに、ね。やっぱり二人とも、ね、やっぱり、こう、こういうインタビュー、なんか軽いインタビューでも、やっぱ魅力、すごいですね。出すのが、すごいな。やっぱりこう、ここでここ一番ちょっと笑いを入れるっていうか。そうそうそう。ああいうところうまいですね。まあ、うまいっていうのが自然とできてんのやろ、こういう子たちって。聞き入っちゃいますもんね。こういう売れてる女優さんとか、一線の女優さんとか、やっぱこういうコメントでも、こう聞いてて持つっていうのがすごいよね。魅了されちゃいますね。一気にファンになっちゃいますね。なあ。